はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちら GH7 でですね、収録をしてみております。いろいろとですね、設定をですね、まあ、この私の使い方に合うように、まあ、いじくっていってみてるんで、またこのですね、動画自体もその経過の検証みたいな形になるんですけど、この画質とか映像とかそういうのいかがですかね。これですね、動画編集時にはですね、あんまり手を加えないように設定していきたいなと思って、ちょっと調整してみてるんですね。輝度の範囲を狭くしてみたりとかですね、あとはそのスタンダードのカラーであっても、それをですね、ちょこっと自分の好みに、まあその数値をですね、ずらしてみて、黒はですね、黒く見えるように、白はちゃんと明るく見えるようにですね、設定した上で、サイドを好みにしてるみたいな感じ、あとはちょこちょことその数値をですね、いじくって、自分がどんな感じが好みなのかなっていうのをですね、まあいじくってみてる感じですね。特にですね、このサムネイルを見ていただいてわかると思うんですけど、この 12mm から 32mm のルミックス G バリオ、12mm、32mm のですね、ズームレンズ、こちらルミックス G100D にですね、ついてきたコンパクトなレンズなんですけど、これを使ってみてですね、先ほど X につぶやいてみたんですけど、最強の Vlog カムみたいな感じでですね、使ってみようかなと思っております。当然なんですよね、こういうですね、大きなレンズ関係、まあこのルミックスG バリオとかではなくですね、 DG バリオエルマリーと、要はパナライカっていうレンズたち、これを使うとですね、高画質で撮れたりだとか、その性能がいいっていうのはですね、ある種当たり前なんですよ。そうではなくてですね、コンパクトなレンズでボディは大きいんだけど、総合的なシステムで見ると小さくなって、それがですね、まあどういう音で撮れるかなっていうのをですね、試してみてるわけですね。でこのカメラのですね、マイク穴の方にもですね、ウィンドマフを装着をしてみて、両面テープで貼り付ける形なんですけど、風の音をですね、入らないに気をつけたりとかっていうところで、いろいろとですね、試行錯誤をしていってみようと思っております。こちらもですね、たびたび使っていってみようと思いますので、またルミックス GH7 でですね、収録した時っていうのはしっかりとその旨をですね、皆さんにお話しするようにして見ていただきたいなと思っております。やっぱりですね、この Vlog カムっていう ZV-E1 なり、この ZV-E10M2 なりですね、ちなみになんですけど、これもですね、宣伝というかですね、お願いしたいことなんですけど、私ですね、このノートの方にもですね、結構こういったカメラの、まあこの動画でですね、バーッと言うだけでなく、この考えてですね、どういう風な感じかなっていうのを文章化してですね、残しておりますので、そちらの方も徐々に充実させていきたいなと思っておりますので、ご登録の方をお願いしたいと思っております。よかったら ご登録してみてください。そしてですね、まあ、こういう風にですね、このカメラのですね、記事っていうのも、ZV-E10M2 のですね、記事っていうのも書いてみましたので、そちらを見ていただきたいなと思うわけなんですけど、これはもう総合的に小さい作りになってるんですが、GH7 の方はですね、大きいながらにコンパクトにですね、まとめて見ているみたいなイメージ。まあ、この辺はですね、そういう選択肢があるので、楽しんでみようという形で、まあ、やってみました。で、このレンズの弱点、私ですね、前動画にしたんですけど、ピントを合わせる部分のですね、ヘリコイド、要はですね、まあ、回すところがなくて、AF プラス MF とかですね、自分が撮影したいところにピントを合わせにくいっていうのが弱点だなと思っていたんですが、その辺っていうのもですね、このオートフォーカスがかなり優秀な GH7 であれば気にならないだろうと思って使ってみたところ、やっぱり気にならずにですね、この組み合わせ面白いんじゃないかなっていうのをですね、見ていただきたく思ってみたという形でですね、皆さんにこのようにお届けさせていただいております。ではですね、ちょっと本題に移っていこうと思うんですけど、まあ私が今日話した内容はですね、大きく2つあって、まあその両方ともですね、ちょっと雑談みたいな形になっちゃうんですけどね。まあ1つ目なんですけど、はい、こちらですね、購入してみました。はい、じゃーんと、はい、X リアルビームプロですね、こちら購入してみまして、実は X リアルビームを持っていて、エアーも持っているんですよ。で、これもですね、動画どっかで作りたいなとか思っていたんですけど、こういうですね、VR 関係のものって、どういう風にですね、その、まあ、いいよって思ったところをですね、お伝えしていけばいいのかっていうのが、まあ、いまいちわからないんですよね。まあ、もう当然なんですよ、いいよ、面白いよっていうのは、それを、言うだけだったら簡単なんですけど、その映像っていうのをですね、どういうふうに皆さんに見せていいのかとか、まあ、その使い心地とかっていうのを解説するっていうのに、どういうふうにしていっていいか全然わからずに動画化していないんですけど、まあ、今日はですね、これがいいですよっていうお話ではないんです。まあ、初期不良引き当てましたね。はい、残念ながら初期不良品でございます。で、本体の方なんですけど、こうカバーとですね、もうフィルム貼ってですね、ガンガン使うつもりでいて、こういう風にですね、準備しているんですけど、これですね、なんかスリープに入ってちょっとほっとくとですね、立ち上がらなくなっちゃうんですよ。今こうそうなんですけど、で、これがだいたい10秒ぐらいですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ちょっと早く読んでるんで10秒ちょっとぐらいなんですけど、この電源ボタンを押しっぱなしにしてると、ブルッと震えてですね、立ち上がるんですよ。で、まあ立ち上がって、この立ち上がった状態で
細かく使っているとですね、普通に使えるんですよ。なので昨日 YouTube 見たりとかですね、そういうところで、ああ面白いなやっぱりっていうのですね、これどうやれば動画ができるかなって悩みながらですね、ちょっとやっていたんですが、まあそれを放っておくとですね、もう二度と立ち上がらなくなるんですよ。今の手続きしないと立ち上がらない状態で、この電源ボタン長押し、要はですね、多分再起動がかかってると思うんですよね。で、再起動がかかってる状態でこういう風にですね、操作をしていればなんですけど、はい、こういう感じで動くんです。まあ、写真も動画も普通に撮れるし、使う分には特に困らないんですけど、これをですね、はい、こういう風に画面落とした状態ですね、これで放っておくと、これですね、動画が終わる直前にもう一回試してみたいと思うんですけど、しばらく経つと立ち上がらなくなります。今はですね、この2回タップで立ち上がるようになってて、短い時間で操作する分にはこういう風に操作ができて普通に使えるんですよ。で、この状態でちょっと放っておきますね。で、これ最後にですね、ちょっとまたお見せさせていただきたいと思います。よかったらですね、こういう風な故障があるのかっていうのですね、何か情報をお持ちの方いたらですね、教えていただきたいなと思います。私もですね、メーカーさんの方にはメールで問い合わせしてみて、これおかしかったら交換してほしい、修理してほしいっていうのはですね、ちょっと伝えてみたので、その結果っていうのはですね、またお返事が来た段階でですね、動画でちょっとお伝えしていきたいなと思っております。はい、これがまあ一つ目で、これ後半にですね、また止まってるだろうというのをちょっと見ていただきたいと思いまして、試してみようと思ってます。ではですね、二つ目なんですけど、これですね、結構面白いものをちょっと入手してみました。これ本体だけなんですけど、はい、じゃーんとこちらになります。こちらですね、先日サウンドバルキリーさんとですね、コラボをさせていただいたときに、まあ、クーレファンのですね、ZVE-1 等に使える冷却パーツ、ウランジーさんのですね、私冷却パーツですね、要は後ろっかにファンをですね、カチッとはめ込んで、まあ、こう冷やせます、クーレのですね、タイプを購入して、そのお話をしてきたんですけど、こちらはですね、ペルチェのモデルになってますね。ペルチェっていうのはですね、要は、この電気を流すとですね、片面がすごく冷たくなって、片方がすごく熱くなるっていうものでして、まあ、なかなか面白い電子素子というのかな、まあ、そういうパーツなんですけど、それが中組み込まれていて、こっちのカメラに当たる面がすごく冷たくなるモデルなんですね。で、これは外部給電ですね、バッテリーとをつないで動かすことによって、それがとっても冷たくなって、もう使うとですね、バーッと霜が張るぐらいこう冷えるんですよ。それをカメラの後ろにペタッと貼り付けてですね、センサーのところにこうペタッと貼り付けて強制的に冷やすというものになっておりまして、そちらをですね、結構お安かったので購入してみた形になってます。こちら Amazon で購入してるんですが、注文履歴からですね、下部にですね、リンク貼っておこうと思うので、興味があったら見ていただきたいなと思うんですが、まあ、こういうモデルも購入してみて、空冷だとですね、私試した感じで 4K30 フレームだとかなり効果を感じたんです。風もですね、あんまりないところで 4K30 フレームで回していると、ついてるときついてないときで、まあ、結構違いがあるなって思ったんですが、 4K60 フレームだと大した差を感じなくて、それがですね、このフェルチェだとどのように変わるのかなっていうのですね、すごく気になるところなんですね。まあ、そういうのをちょっと試していってみたいなっていうのを近日ですね、その検証を取れればなというふうに思っております。まあ、このですね、いくつかですね、対応しているアタッチメントがあって、そのアタッチメントにはまるタイプのですね、カメラだったら、どのようなタイプでもですね、どのようなタイプでか、それに対応しているモデルは装着して冷やしながらですね、録画できるようなので、まあ、よかったらこちらもですね、概要欄にリンク貼っておくので見てみていただければと思います。そしてですね、こちらはご要望いただくことがやっぱり最近ですね、この行楽シーズンということで多くなってきたと思うというところでお伝えしていきたいと思うんですが、こういったですね、インスタ360さんのカメラたちですね、まあ、例えば今持ってるのは X4 なんですけど、他にもですね、エースやエースプロ、Go3S、まあ、X3、その360度カムから通常のアクションカムのようなものまでいろいろとあって、そういったもののですね、まあ、どういうふうに撮影に関しては皆さんその分かると思うんですけど、特にこのフリーフレーム動画の扱いですね、フリーフレーム動画をですね、収録してきて、その水平維持だとか、その後から書き出しの時にいろいろできますっていうのがインスタ360さんの楽しみでもあるんですけど、それがちょっとどういうふうにやっていいか分からない、分かりにくい、ここはどうなんだろうとか、そういうところが多いみたいで、これですね、結構私過去にいろいろと動画を作っているんですけど、改めてですね、今の段階でこういう風にするといいですよみたいなことがあったらいいなと思うので、ちょっと順を追ってですね、作っていこうと思って、先日ですね、動画の素材的なものを撮ってきました。その辺をですね、どこかでですね、まとめて、そのインスタ360さんのカメラ、特にフリーフレーム動画で、インスタ360スタジオないし、スマホのアプリケーションですね、そういったものをですね、使ってどういう風に編集すると、まあ、楽しいですよとか、こういう風にやると使いやすいですよみたいなですね、お話ししていきたいと思うんです。もうそれもですね、順を追ってこういう風にしていくといいです、いいですってのをちょっと伝えていこうと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていただければなと思うんですね。まあ、こんな感じでですね、不幸なこと、もうなんか新品で買ってですね、その到着してですね、準備できて起動していろいろ準備してると、最初は動いていて問題なかったんだなと思っていて、
たのか後から使っていて、なんかここおかしいじゃんって気がついちゃって、これおそらく修理に出たとしてもフィルムとかそういうの無駄になっちゃうんで、なんかすごくついてないなと思うので、まあその辺ですね、楽しんでいければいいなと思うので、ちょっとですね気持ちを切り替えていこうと思いまして、ちょっとですねこのように楽しいことをお話しするように収録をしてみております。まあこういうふうにですね外れるもんっていうのはやっぱりですねありますよ。でまあそれをですね楽しんでいくっていうのもですね、楽しんでいくというかこういう動画のネタになるじゃんと思ってですね、ちょっとラッキーみたいな感じで考えるにしていこうと思いますね。それでですね、まあこちらですね、もうつかなくなってんじゃないかなと思うんですが、はい、もうつかなくなってます。こういう感じです。決して私電源落としてないんですよ。はい、こういう感じでもう立ち上がりません。こういうですね故障なんですね。もうどういう理屈なのか、ちょっとスリープ入るとダメなの、立ち上がらなくなっちゃうのかなんかわかんないんですけど、でまたこれですねちょっと10秒ぐらいこう押しっぱにしてるんですけど、してるとですねまたブルッと震えてですね立ち上がるんですよ。まあ再起動なんでしょうねこれ、強制的に。はい、今震えました。で立ち上がります。まあこれ故障ですよね、明らかにおかしいと思うので、まあ、ちょっとですね故障というか初期不良ですよね。これ分かる方いたら教えていただきたいなというのと、あとはですねちょっと運営さんに問い合わせておりますので、そちらの結果も続けてご報告していきたいと思います。まあということでですね、ぜひこういう件も含めて応援いただければと思うので、スーパーサンクスやですねメンバーシップ等で応援いただけるととっても嬉しく思います。まあこれですね、こういう風な形で何かこう、これもですね蓄積情報コメントいただいたんですが、その動画って財産だなっていうのですね、私も再認識しておりますので、こういう情報をですね残していくっていうのもとっても大切なことだと思いますので、全部ですねこういう風に動画に残していこうと思っております。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。この GH7 のですね映像の感じとかっていうのもよかったらですね、コメント等でですね感想いただけるととっても嬉しく思います。設定としましてはですね 4K30 フレームの 422.10bit のですねもうオート、すべてオートでございます。プログラムオートで、 ISO もオートで、ホワイトバランスもオート、そのような感じでこのように収録をしてみました。では最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。失礼いたします。バイバーイ。音声も内蔵マイクです。